構有名な。
のお店になります。台風の接近に伴いましてかなり風が強くなってきました。今徳島では15メートル近い風が吹いているんですが、ただ最大瞬間風速ということで言いますと、すでに 26.8 メートルが観測されています。こうして少し風上側に体を傾けていないとバランスを崩してしまいそうな、そのくらいの風です。私は今徳島県の南市に来ています。私は午前4時頃からこちらにいるのですが、時間が経つにつれて雨風ともに強くなってきました。大粒の雨に叩きつけられているような感覚です。広島県福山市の友野浦から、台風10号はこの後夕方頃に広島県に最も接近すると見られています。普段は穏やかな海として知られている瀬戸